どうも、うずです。2016年、今年はちょっとガンダムネタを増やしていこうと思いまして、興味ない方には申し訳ないんですが、改めてガンプラのちょっと違いを話す動画に今回しようかと思います。私自身がね、そんなにね、ガチのね、プロのプラモデラーじゃないんで、全然こだわりもないんですけど、まあちまちまね、趣味程度でガンプラを作る人のちょっと目線ということで、一般目線でいつも通りのガンダムのプラモデルのグレードの違いをご説明したいと思います。じゃあまず最初にグレードの違いを説明いたします。グレードの違いっていうと、簡単に言うとガンダムのプラモデルのパーツ数とか大きさの違いである程度ね、分けられているんです。で、その中で、メインとなるのが HG ハイグレードモデル、 RG リアルグレードモデル、 MG マスターグレードモデルで、最後に PG パーフェクトグレードで、パッケージに必ずロゴがついてるんですけれども、こちらは HG、 私が一番最近購入した鉄血のオルフェンズのガンダムグシオンです。実際はこんな感じのガンプラです。このモビルスーツね、なかなか可愛いんですけど、こんな感じの大きさもね、手頃な144分の1スケール、これがハイグレードのガンプラで、ハイグレードのガンプラの特徴というと144分の1スケールの大きさということで、高さが約13センチと、他のグレードと比較すると小ぶりだが、最も機種数が充実しているモデルとなります。というのも、これちょっと知らない人も多いんじゃないかな、ガンプラが10周年記念モデルとしてスタートしたのがこの HG というグレードなんです。それなので歴史の方もなかなかありまして、今ね、ガンプラ置いてあるお店なんか行ってみると、 HG って書いてある箱のプラモデル、ガンプラめちゃくちゃ多いと思います。数はもう圧倒的です。で、本当にね、大きさが144分の1スケールということで手頃だし、パーツの種類も少ないので比較的ね、ばらけないんですよ、部品が。だから安心して飾っとけるっていう特徴もございます。で、次に紹介したいのがこちら RG、リアルグレード。リアルグレードのガンダム私持っているんですけれども、これちょっと情けない話なんですが、私ですね、このガンダム RX78 ガンダムを、なんと組み立て終わっていません。もうね、これね、多分1年以上前にね、購入したガンプラなんですよ。ごめんなさい、リアルグレードのガンダム組み上がってません。で、リアルグレードのモデル、144分の1スケールということで、大きさは先ほど紹介したものと変わらないんですが、パーツの数、仕上がりがまさに上位モデルということで、全然違うんですよ、作り込みが。もうちょっとね、ほこりかぶってて申し訳ないんですけど、足の細部とかそういうのを見ても、パーツ見てもめちゃくちゃ作り込みがすごいんです。で、パーツの数も確かに多くて、そのせいで私、作成が止まっております。リアルグレード、ガンプラ30周年記念モデルということで発売を開始されたグレードなので、比較的最近のシリーズになります。はい、で、こちら私の大好きなマスターグレードでございます。 MG、シナンジュなんですけれども、今度ね、ちょっとサザビーが欲しいなと思ってしまってたりする私なんですが、マスターグレードかっこいい。そんなかっこいいマスターグレードなんですが、こちらホコリかぶってて申し訳ないです。かなり汚いです。全然綺麗にしてない。で、ただ見てもらうと分かると思うんですけど、大きさの方が100分の1スケールになります。さっきの、ハイグレードのモデルと比べると、144分の1と100分の1だから全然大きさが違います。かなり大きい。で、これ分かるかな、これ分かるかな、指なんですけども、一本一本がしっかり動くんです。だから銃とかライフルね、ライフルとかビームサーベルとか武器なんかを握らせるときに、よりリアルに、持たせることができるんです。で、マスターグレードのモデルは100分の1ということで、ガンダムでいうと全長が18センチということで、5センチほど、高さスケールアップしてます。で、ガンプラの15周年記念企画としてスタートしたモデルなので、それなりに歴史が長いです。ただお値段の方も平均的にハイグレードが1000円から1500円で買えるのに対して、マスターグレードは3000円から5000円、ものによっては1万円近くいく商品がございます。お値段はかなり上がってしまいます。で、ちょっとこの場には登場させられないんですけど、持ってないからなんですけど、 PG パーフェクトグレードというモデルがございます。で、このパーフェクトグレードというのはガンプラ20周年記念ということでスタートしたグレードでございます。究極のガンプラをテーマとして作られただけあって、めちゃくちゃね、細かいです。部品パーツ数もめちゃくちゃ多いで、サイズが60分の1です。だから今ここ飾ってますけど、かなりバカでかいです。ただ大きさとパーツ数に比例するように、お値段もバカ高くなります。お値段の方がだいたい2万円ぐらいするもの、まあ、1万円ちょっとのものもあったと思うんですけど、2万円ぐらいするものが普通です。
超えるのもあったな、確か2万円オーバーもあったかな。で、私がちょっと欲しいと思ってるユニコーンガンダム、これなんかは LED ユニットといって別売のものがあるんですけど、中のね、あのサイコフレームっていうんですけど、パーツを光らせるための LED ライトがあるんですが、これがなんと1万円します。ガンプラで3万です。ただね、そうは言っても私こう素組みでほとんどね、まあやったとしてもこういった専用の墨ペンっていうか、これシャープペンなんですけどね、プラモデル用の。やる方によってはもう本当に塗料をいっぱいつけてこう色をね変更したり、よりリアルにするためにお金をつぎ込む方もいっぱいいらっしゃいますのでガンプラ愛の強い方は、本当にお金かかってると思います。ということで本日はガンプラの話させていただいたんですが、私あのパソコンとかカメラ、あとゲーム、各種ガジェットの話をよくやってますので、もし男の子が特に好むかな、共感いただけましたらチャンネル登録の方をお願いいたします。グッドボタンとツイッターのフォローも待ってるよではまた別の動画でバイバイ。ただあとこれも重要なんですけど、同じハイグレード、マスターグレードであっても箱の大きさやパーツ数は全く異なることがございます。例えば900円ほどで買ったこのガンダムのグシオン、このプラモデルの箱はこんな感じで、同じハイグレードのユニコーンガンダムに出てくるクシャトリア、同じ144分の1スケールなんですけど箱の大きさが全く違います。そしてパーツ数も違います。実際同じハイグレードの商品なんですけど、こんなにね大きさの差があるの。こっちが144分の1スケールのクシャトリアハイグレードで、こっちが144分の1スケールのガンダムグシオンね、すごい大きさ違うでしょ面白いよね。ガンプラ最高。